銃を装備してるとき、あ、殴れます。俺がテンパってて殴りを忘れていただけだ。銃だけ装備するとこんな感じになって、まあ左クリックで射撃、ボタンのマウス3ボタン、ホイール押し込みボタンでエイムで、右クリックで殴りだ。俺はテンパってて、てかリロードしてたから殴りできなかったんだ。俺別にテンパってたわけじゃない、決してテンパってない。勘違いするなよ大佐。オッケー、ドアがドカーンってなりそう。ドアドカーン、本当になった。あー、びっくりした。いるし、お前またスタンバってるな、そこで。よし、ヘッドショットしてやるから待ってろ。見えない、よく見えない。ざまあ見ろってんだ。なんなんだ俺、無駄にそういう、なんつうんだろうな、予測するのはいいんだけど実際起こらない、起こるとね困るんですよ。これはまんまとはめられてるな。クソ、作ってるやつらぬ笑ってるだろうな、俺のことな。リロードしないと。おかしいな、銃持ったらこんな怖くないはずなんだけどな。絶対いるだろう。いる？いない？あ、いないいない。1階に行きたいからルート的にはあれだな、エレベーターでも使えなくなってるから、なんか番号を探さなきゃいけないはずなんだよね。一番上でも行ってみるか。これは2階だな。こっち進む。いるなよ、いるなよ。もうね、出た瞬間いるのはなし、出た瞬間いるのはなしな、分かったか。来るな、来るな。ボタンで設定した方がいいか。ボタンで設定してあるな。まだ生きてると思うんだよね、あれ。あ、ばばばばば。自分の目に包丁刺してるんだな、あれ。これ3発はきついな。リロードしようか。無駄打ちだけど、まあ弾はどうせ残らないからな。あ、音楽がなくなったってことは敵がいないってことだろ。ギアーズシステムだな、バイオハザードギアーズシステムだ。素晴らしいね、安心して進めるよ。なんでこの部屋も血みどろなんだよ、おかしいだろうが。この部屋さっき血みどろじゃなかったはずだぞ。これ来たことあるぞ、ここ。なんかさ、ドックンドックンって音聞こえないか、大佐。こん中ドックンドックンって音する。こん中にラスボスいそうだな。セーブポイントはどこだ、大佐。めっちゃドクドク聞こえる。そういえばあのロックの部屋まだ行ってませんよね。
さあ行くぞ、行くからな、ちゃんと見届けてくれ俺が死ぬ時は。出た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 、あばばばばあば、ちょっと待てここはあれですね、このグロック銃を手に入れた部屋なんですけど、天井から手がぶら下がってて、めっちゃねなんか変わってるんですけど、明かりついてたはずなのに消えて、しかもなんかドロドロになってるんだ部屋が。おーい、ちょっと待て、これ待て、ありがとうございます。300人突破しましたね、皆さんね、私の拙いアンドアホみたいな叫び声あえるプレイですが、録画もしてますんでね、途中から来た方ものんびり、最初の方は録画で楽しんでいただければと。はい、頑張ります。ボケバカかと、ここでね、銃を手からなんか天井に人がぶら下がってて、ぶら下がるってわけじゃないけど、ここから腕が伸びてて銃を拾ったはずなんだけど、その人がいなくなってますどう考えても俺が泥棒で相手が被害者ですね。銃を取り戻そうとやってくるはずだから倒さないとな。あー怖い、あー怖いよこれ。あっち側行ってこっちの方を見ようか。このまま右に曲がったら危ないから。あ、もうマジ暗い、開かない。さあここを戻れというのかここを戻れというのか。300もありがとな。あ、超怖い無理これ、ここ行け、あ、もう絶対出てくるって。しかもなんか弾足りなさそうだな、リロードできるかな。あー、びっくりした、ソファーか、あれ。あ、ま精神が耐えられない。後ろのね、俺が今想定してるのは、普通に前から、今皆さんが見てる画面の前から来るのと、あと右の場所から来るのと、後ろの、手が伸びてた場所からズドーンっつって来るパターン、その3つを想定してるから、まあ、それで来たら対応できるんだけど、それ以外で来たら超テンパるからな、よろしくな。行くぞ、やるぞ。あ、何もないな、何もないのとか逆に怖いよ。はあ、何もなかったな、ここは。第一段階クリアだな。サンマシンガンとか欲しいね。そうだな。音量下げちゃダメです。皆さんもちろんね、私と同じ境遇で遊んでいただきたいので、音量は100で聞いてくださいね。ちゃんと皆さん、ユーストリームの再生プレイヤーの左下、100で遊んでいただかないとね。とかね、もう先ほども言ったんですけど、私は実際にお化け屋敷に行ってこう体験してると、皆さんはそれを面白おかしくこう映画館でゲラゲラ笑いながら見てるわけですから、もちろんね、私のことを思ってね、音量は100で、仕事場とかそういうのじゃない限り100で、家でね、スマホとかじゃない限りもうみんな100で聞いてくれな。行くぞ、行くからな、この野郎、このバロー、バロー出てこいってんだ、バロー。あ、ごめんなさい、なんか後ろから足音聞こえた。バロー、バロー、バロー、あっ、うっ、ドア走ってったら突き破られたよ、逆に何だったんだ今のは。多分ね、ごめん、ね、さっきから止めて申し訳ないんだけど、今の俺がね、雰囲気ぶち壊したかもしれない。ビビって走ってドアに近づいたら、本当はゆっくり俺がビビりながら行ってドアを突き破ってあいつが出てくるっていうシーンだったんだけど、ドアごと吹き飛ばされた俺がポカーンってなって打ちまくるって感じだったな。申し訳ないです、今のは。すいません、本当に俺のせいです。セーブポイント欲しいな。
こか、こう来たから、ここか、こっちか、あ、こっちだ。嫌な音する。あ、こっちも進めるな。どういうことだ。こっち進めなくなったもんな。まだ俺はその番号をゲットしてないからエレベーターが動かないんだよね。そのエレベーター動かないってことはまっすぐ行ってもしょうがない。あ、でも地下室行けるな。地下室のとこ行ってこの鍵を使うこともできるな。でもどっちみちこの右の部屋を攻略しといた方が良さそうだな。行くぞ。弾足りるかしら。これで行きますか。あ、これ見たやつだな。ここは何もなさそうだな。こうやって見ると分かると思うんですけどね、ライトがないと超真っ暗なんだ、ここな。これでやっと明るいんだな。じゃあこっからが本番だぜ。とりあえず地下行って鍵を使ってみよう。え、なんか水の流れる音がする。あ、なんか水浸しになってる。あー、いや別にわざとリズム取ったわけじゃないんだが、水が流れてるな。ここか。おい、水浸しになってるじゃないか。誰だビチョビチョにしたやつは。出てこい。俺がセーブポイント。後ろくそ、セーブポイント行こうとしたら、あ、なんだ、びっくりした。自分でステップしただけだ。セーブポイントなくなってる。暗い。セーブポイントない。弾がなくなってきたな。なんか今カチャッと落とした。あ、違うか、ガラスが割れててカシャカシャいうのか。あ、あーあー、上からセーブしていこうかな。あ、来たー、セーブポイントまで。で、ここですね。ここの鍵をさっき手に入れたから。あー、マジも、あー、もうほんとに、あー、で、多分まだ脱出はできないな。最後に真ん中のさっきのね、通ってきた水浸しになっちゃった場所にエレベーターがあったんだけど、そのエレベーターを使うっぽいんだよね。屋上にでも行くのかな。ほんじゃ行きますよ。よし、開いたぜ、行こう。あ、もうそういうの勘弁してよ。弾が落ちてるってことは敵が出てくるってことだろ。もう音ないし、よし。あ、もうなんでここまで来てそうか。地下室か、なんだろうね。バイオハザードとかうめき声が聞こえるからさ、あ、いるなって、曲がり角曲がったら、あ、いたなって、そんな感じだけど、このゲーム何の音もしないからな。やつらスタンバルのうますぎだろ。
おお、よかった、ドアか。ドカンはなしだぞ、ドカンは。よし。もうさっきので相当ビビってるのに、さらに暗いとこに来るか。どうしよっかな。でもなんかそんな簡単には死なないし、なんとかなるでしょう。うん、なんとかなる。さあ行きます。暗いな、頭が。おーイエス、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 おーイエス。What? 何今の、何今の。ああ、ゆっくり来る、ゆっくり来る。何、痛い痛い、なんか動けない。ああ、すげえピクピクしてる、こいつなんだ。やめてやめて、気持ち悪い。マジか、ついに呪いが来たな。銃で対抗できる相手なのか、あれ。マジ強かったぞ、あれ。どうなってるんだ。HP 満タンとかそういうレベルじゃねえぞ。もうやる気満々でいこう。やるぞ、大佐。くっ、これでも死なないだと。出てきたところにぶち込むぞ。もしかしたら倒せないで逃げ回る系とかそういうのやめてよ。倒した。あ、痛い。何、何、もう一体来てたのか。もう弾がなくなっちゃう。まあ、テンパってね、めちゃめちゃ撃っちゃったんだよな、弾。弾倉1個ぐらいあったんだけど、全部使い切ってしまいました。あの敵ね、何が強いってのはね、前に敵いたんだけど、実はあれ後ろにもいたんだ。ここ血残ってるけどね、後ろからも来てて、そいつらに挟まれて攻撃された。俺はビビって前行かなかった。後ろから実は来てたんだね、あれね。どうやって倒した。そりゃもうこの俺の左手に持ってるこのスペシャルウェポンでな、文明の力ってやつ、もう一瞬で倒してやったからな。全然強くなかった。水の音か。あ、マジ怖いな、ここ先。え、どうやって進むよ。もう弾2発しかない。あー、また行った、もう。え、あれ倒せなくないか。セーブポイントからやり直すか。まあ、俺は最後まで戦うぞ。おお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 お、え、お、ゆっくり来てるな。角待ち、角待ちナイフ。はあ、ちょっとずつ見えるの怖いな。くらっ、なんかお腹から出てきた。強い。あれ、あんま強くねえぞこいつ。思った以上に強くはないな。お腹ナイフから
でもお腹に赤ちゃんがいたってやつか。もうあいつらの動き怖すぎる。お腹攻撃するとあいつ出てくるな。お腹の子が本体なのかね。とりあえずでもそんなに、うん、強くなかった。意外といけたら結構ダメージ食らったから回復だけしよっか。うん、気持ちいい。さあ行くぞ。何もないのか。お、外じゃないか。ついに外に出られるのか。なんで外かなとか思ったらさ、もうなんか死刑台みたいのがあるわけさ。首吊り用ブランコが2つと椅子取りゲームか。あれはなんだ。うわ、モルヒネゲット。なんだこれ、ビデオテープがあるぞ。ビデオプレイヤーを探せ。こんなところでナイフを多用することになるとはな。あ、弾をゲットしたぞ。ちょっとリロードしとくかな。オッケー。弾でいこうかナイフでいこうか。そんないっぱい出てこないんだったら、でも弾が出たってことはこの先2体以上出てくる可能性があるってことだな。ちょっとな、銃で行こうかな。銃で戦うとね、さっきの敵強かったみたいだ。ナイフだとそんなことなかったもんね。よし、スナップビデオ。確かにあんなとこにあるってことはろくでもないビデオな気がするな。戻っちゃった。アンロックだ。ロック。お、一周回って帰ってきたのか。っていうことは、今度はこのビデオを再生すると多分パスワードでも上がるのかな。見た感じね、あそこ銃乱射する必要性なかったね。全然銃乱射する必要はなかった気がする。怖い、水のピチャピチャ音怖い。一度通ったとこにも敵が出てくるってのはなしだよ。ビデオプレイヤーって言ったら俺覚えがあるのはさ、あのこの階の右の部屋にあるやつだね。階じゃないな、一番上の階か。3階かな。3階行こうか。待ってないです。おお。この血みどろの部屋から音が聞こえたぞ今。ダメだよお前、この部屋突き破って出てくるとかそれなしだぜお前。チェーンされてるから。さすがにチェーンされてるからそれは無理だろ。すげえどんどん言ってる。うわー言ってる。
はめられましたわ。これ開けたらやつ出てきますわ。大佐、今まで長い間ね、ご視聴いただいてありがとうございます。本日これをもちましてね、私の冒険は終了かもしれません。大丈夫なのかこれ。上だね。びっくりした。あれ上じゃないな。ビデオプレイヤーは？まあもう心臓が持たん。開かないよね。よかったよかった。あれか、あれでいけるな。紙拾うと、あの紙はね、全部もう見たことがあるから、これでね、分かる。これがさっき落ちてた紙なんでね。ここに書いてある3、もしかしてこれ全部4つあるから、その書かれてる数字がパスワードとかそういうあれかな。いや、書かれてないもんな。破れてて、見た感じよくわからんな。ホラーは苦手か。そいつはよかったな。存分に楽しんでってくれよ。あ、死刑のビデオですな。首ちょんぱしやがった。お前、上のロープ何の意味もねえじゃねえか。お前ロープか放置プレイだろうが。あ、9779、みんな覚えてくれ。9779。ああ首が残ってるよ。今気のせいか、ここなんかいたような。気のせいか。エレベーターを使ってアパートから脱出せよ。ラストスパート来るな。ってことはこれまた戻るわけでしょ。ってことでオープンなんとかが来るわけだ。9779 OK だ。ちょっと気合い入れていかないとな。これな、やばいぞ。ストーリーどんな感じ。まあ、陳さんみたいな人がいて、でなんかモンスターがいっぱい出てきて、そいつらを倒しながら人を助けに来たんだけど、陳さんが死んでて、陳さんやられてて、でなんかもっと強そうなモンスターが出てきて、結局このアパートから脱出することが目的かな。7997、改変すんな。お前、改変はオープンザプレイス。確かなら首ごとちょん切れるってなかなかすごい腕力をお持ちでね。よし、行くぞ。セーブポイントないよな。セーブポイントなしで行くのか。ちょっと死ねないな。行くぞ。さあ来た。上に行かなきゃいけないんだけど、あの血みどろの部屋の前を通ったら絶対何かが起こる。ああもうやだ。
やった爺さん俺の代わりにプレイしてくれよ、絶対見てる方が楽しいわこんなの。あのね、そのお化け屋敷とかの映画とかの例え出したけど、まあ本当にさ、映画館は目つぶっててもさ、なんか怖い出来事は勝手に進んで最終的にエンディングが流れるけど、お化け屋敷って自分で足出して前に進まない限り お化け屋敷出られないわけでしょ。そういうことだよね。俺前に進みたくないよ、くそ早いけやお前これボケかすバロー、あれ開けちゃうけ、9779か、来たー、なんもないやん、やったな、ほなな帰りますから。チミドロー、めっちゃ血が飛び散ってるんだが、ポーズ3回まで調子乗んなお前これ野郎、遊んだことないからって好きかって言いやがってな、お前今まで俺がどれだけポーズしてきたか分かってんのか。なんだよこれ、どんな場所なんだこれ、なんで天井にまで血が飛び散ってるんだよ、おかしいだろう。なんで急にドームみたいな世界になってんだこれ。裏世界だな。降りる降りる、よし、たまなんでこんな玉が落ちてるのかな、降りる降りる、いない、あは、くそー、俺サイレントヒル系苦手なんだよな、まだサイレンの方がいけるわ、サイレントヒル、ほん、お、あ、もうなんか罠臭いこれ、すっごい罠臭いな、きな臭いぞこれ、事件の匂いがする事件もクソもないような気がするかな。なんでこんな弾落ちてるの、もう確実に何かヤバいやつが来るだろう。セーブポイント、そんなことよりセーブポイント、ね、じゃあ推理しようかな。見た感じ私はずっと下っているが、これは何かしら、追われるパターンめっちゃ追われてさっきのエレベーターで戻るパターンな気がする。下から何かすごいのが来るか、上から来るか、はぁ、何なんだろうな、あの仕切りは拾った数イコールこれから消費する数、間違っちゃいないからね。よし行くぞ、行く行く、雑魚的に1体ぐらい出てこないのかな、弾半分しかないからさ、変になんか出てこられるとリロードがめんどくさいね。何、どこまで続いてんのこれ、上からゆっくりすごいのがいっぱい来てるとかそんなんじゃない、あ、もう心臓が耐えられないなんつうんだろう、俺ねクリスマスとかそういうの苦手なんだよね。いやプレゼントもらえるのは嬉しいんだけど、そのワクワクドキドキ待たなきゃいけないよっていうのはすごい苦手なんだ。はぁ、本当にもうセーブ中かじゃないよ、セーブ中って、セーブ中はセーブどこでもするさ、セーブできないんだよこれ、セーブポイントがさっきからないんだ。はぁ、よし頑張るぞ。
あー、クレイジー、マジクレイジー、こういうパターンか。胃が弱いの？胃が別に弱くないぞ、俺は。ここまっすぐ行ってかな、ラスボスかな。心細いね。みんななんかコメント打ってるけどね、実際遊んでるときは集中しちゃってコメント見えないから、すごい孤独な感じがするわけよね。一人でこの先行かなきゃいけないってね。誰も、あくまでも俺はここで一人で戦っていて、みんなはそれを見てるだけみたいな感じ。みんなもう333人で全員でここ攻略したら一瞬で敵倒すだろ。ちゃんとねクリアリングして、もうバカでしょ、何これ、暗いな。リロードするか。いきます。おごめんなさいね、自分のこのステップでビビりました。指が震えて、ステップするにはそのボタンを2回押すとステップできるんだけど、それでビビった今。指が震えて2回押してしまった。セーブポイント、セーブポイント。来た。これもう何も怖くないね、これ全然。怖いっていうのはね、結構進めてるのになんか殺されてセーブポイント前まで戻されるとか、そういうパターンがめんどくさいから、今はだいぶね、落ち着いてきました。これもう全然俺ポーズなんかしなくてもいけますね、これね。余裕、超余裕だ、俺の勝ちだ。ドラッグへのその魔王の間の一歩手前とかさ、やめてほしいよね。完璧になんかいつもの扉と違うんだけど。ああ、もうやだ、これくぐるってか。これをくぐれというのか、俺に。煽ってくれた方がまだ嬉しいよな。